はい、皆さんどうもこんばんにちは。明けましておめでとうございます。今年もね、1年よろしくお願いしますということで、新年一発このスレイザスパイア、スタンダード唯一クリアし以来サイレントを使ってね、攻略をしていきまして、サクッとクリアして、新年一発ね、ちょいいところをね見せようかと思っています。ダメか。まあ、というわけで、はい、本題いきます。デイリークライム、日によって変わるつつね、今回ボスを倒すたびに呪われていく。スターターレリックは呪いの鍵、ダークストーンのゴフ、ドゥーブー人形に変わる。で、部屋は自由に選べる。カード報酬が減る。で、呪いを獲得するたびに強くなるデッキっすね。なんだこれ。むちゃくちゃだ。もう呪いはタロットの強くなるんで、どんどん行きましょう。呪いゲットしていく。ターン終了にダメージを受ける。かまわん。黄金の靴獲得。呪いゲットしていく。どんどん俺は強くなるぜ。毒の力で。なるほどね。はいはいはい。かまへん。呪い。呪いパワー。これか。まあ、いや、呪いゲットしていく。HP 増えるよ。呪いパワーで。てめえか。瞬殺していいけど、無理かな。こうして倒さんとゴールドバレるんだね。許せんから、それは。俺の体だから。ひねり殺します。で、第2のフロスト、これはターン終了時に2ブロックを得ます。で、解放ってやつをすると5ブロックで増えるんですが、ちょっと待って、カード OK、 これ倒せばね、取り返せるんで、奪われたカードカルジャにゴールド、オーブスロットはいいや、多すぎても困るし、圧倒的 HP 最強。基礎的なライトニングを生成するやつはね、あ、いいね。こいつはあんまり相性いい方だと思うんだけど、悪くはない方だと俺は思ってるな。すごいな、こっち。そこでモールをチェンジしてもらって、痛いダメージは基本的に受ける前に攻撃させて防げます。攻撃はサイレンのボルトまで受けてもらいますね。あ、そうですね、ダーク。この時にね、何もないですけど、解放って言って、3つの時によって、よいしょ、急に出たら鉄砲でやって、そうじゃった。多分そうされるか。しないでます。そうすることによって、解放すると、今下の方に入る数字が与えるんですが、毎回6増えるんで、溜めれば溜めるほど強くなるというわけでございます。呪いの力でごらかすね。20ダメージ出てくるね。今回感じた。しゃあない。そのまま。呪いが多いってことは、邪魔を入りやすいです。普通に痛いです。でも、次で吐きますね。解放 AT を吐きますけど、あ、吐きました。勝ちです。勝ちです。OK。やっぱ相性いいんだよね。
こいつとは、ね、本当に相性がいいと思う。あー、これだな。クリエイティブ AI 超強い。コスト高いけど。休憩して回復していくと40回復していく。97の HP 最強じゃん。あ、こいつか。そしてね、12回カード使うとね、ターン終わっちゃうんだよね、強制的に。いやらしい。あ、終わっちゃった。12だからね、そこ気をつけていけるね。勝てそうだな圧倒的 HP のパワーがなんか勝てそうな気がするな。5でしょ。あと7回使えるわけだ。オーブの力が強かったんだ。うわ、回復しなかったこいつ。え、マジか、もう落ちた。あれ減ってんじゃん。やーべえなこれ。ダン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 。1、2、3、4、35ダメージ。おっと、防御ねえぞ。余裕じゃないっすか、ちょっと。勝ち申した。やっちゃよかったな。呪いの力ってすげえな。これが呪いの力か。